テンプレートの部品文字のテンプレートシンガポールのステンシルされた警告看板ステンシルテンプレートは製図やレタリングなどに使われることがある同じ形を描くための文房具。単にテンプレートとも型板、型紙と訳すこともある。テンプレートは文字や記号、円などの幾何学図形や簡単なイラストの形にくり抜かれている。紙などにテンプレートを当て穴の内側を 筆記具でなぞったり、あるいは、上からテンプレートごと塗装したりすれば、同じ大きさ、同じ形の文字や図形を早く書くことができる。その手軽さから、文房具として100円ショップで販売されたり、小学生の雑誌の付録にもよく用いられたりするほか、型染めや粉砂糖やココアパウダーを用いたケーキのデコレーションや、家のリフォームや工事現場でも使われたりと、使用範囲は、 非常に広い。プラスチックや金属などの薄い板でできていることが多いが、紙製のものもある。自作することもできる。テンプレートによる図形や文字をステンシルという。テンプレートがちぎれないように、完全に閉じた部分がないのが特徴である。このことから、テンプレートを使ったものに限らず、同じ特徴を持つ自体をステンシルという。展示で、 ステンシル体のアルファベットが書かれたスタンプのことをステンシルということもある。気泡用具類例。ありがとうございます。